らすでに通り過ぎてったあの飛行機を不思議な怖いに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行けど僕の中で誰かがどうしようもないほど熱烈